よろしくお願いします。先輩と言われても私はただの派遣社員さ。これからは正社員の君の方が偉いんだ。まあ楽しくやろうよ。ところで入社試験の時にいつも歌うあの課題にここでちょっとご披露してくれないかな。
お客の入りが悪いとこぼしておられたがな、我々ではわからんよ。ところでこの地獄村の改修工事大丈夫かな。オリンピックがあるというのに間に合うかな。オリンピックと関係あるの？大いに関係ありだよ。今回は天国と地獄の共同事業なんだよ。それで地獄村の方が予算がちょっと足りないんでね、それで困ってるんだよ。これがお釈様の耳に聞こえたらどうなるんだろう。ああそれそれ、閻魔大王様は顧客獲得とか事業拡大などといって改修工事を十分しておられたが、俺はどうかと思うよ。そうだろう。私がただの門番だけどね、言えたからじゃないけど、一生懸命中の工事はしてるんだけど、私はそこの工事も大事だけど、この門入り口の方が大事じゃないかな。この入り口を何とかしてくれなきゃ困るんだよ。じゃあどうします？いいかい、この門を LED のライトでパーッと明るくするんだ。そして三途の川からもまっすぐなエスカレーターを直通つけちゃうんだよ。そうすればいやおうなしにみんな中へ入ってくるよ。なんだか可愛いお姉さんが出てきそうじゃない？俺好みの綺麗なお姉さんがいいな。おいおい、ちょっと冗談はよしてよ。つい昔のことが思い出すじゃないか。それとね、今閻魔大王様がお釈迦様のところに行ってるから、みんな仕事もしないでもう遊んでばかりいるんだよ。特に今からいつも寝てるんだよ。まあ、本当にね、まあしょうがないけど、まあなんとかこれからやんなきゃいけない。まあ私もそれは知りませんけども、今日でそれより今日でお彼岸の連休も終わり、里帰りの亡者や最近亡くなった死人が今晩長距離バスに乗って大勢帰ってくるから忙しくなるぞ。我々も手伝わないといけない。忙しくなるぞ、忙しいぞ。行こう行こう。先輩こっちこっち。あ、閻魔大王様の帰りだ。口の軽い大王様の書記官も一緒だ。閻魔大王様、閻魔大王様、いかがでした？お釈迦様のお話はいかがでした？大奥は
針の山や血の池地獄に
悪人どもが喜んで生きたいということ自体が土台間違っておる。そのようなことをしておれば悪人どもが帰って元気になって元気になって人間界に戻っていくではないか。そうなったらどうなる、どうなる。また領民が犠牲になるのじゃぞ。何のために地獄があるのか、もう一度よく考えてみよう。それにな、この天国村で製造する線香やろうそくが浮世ではちっとも売れぬ。いや、本日のお客様は別でござりまする。それもこれもみんなお前のせいじゃ。この閻魔台を大馬鹿娘だ。お釈迦様にこっぴどく叱られて、あの体の大きな閻魔台を、それはそれは小さく小さく、もうかわいそうなぐらい小さくなっておりまして、さてと、いよいよ亡者どもがこの地獄に着く頃でございます。では係、席についた、着いた、出迎えが。さてこちらは天国の蓮池の淵。お釈迦様が蓮池からはるか下の地獄の様子を伺っています。暴れております。誰か。ああ、
の男は皆様もよくご存知の神田田という男ですね。あの男は人を殺したり家に火をつけたり散々悪事を働いた大泥棒なんですよ。いや、まあ、でもね、一つだけ良いことをしたことがありましたね。それは神田田がある日深い林の中を歩いていると一匹の小さな蜘蛛を見つけ、踏みつぶそうとしたのですけれども、これも俺と同じく小さいながらも命のあるものに違いない。この命を取ってしまうのはかわいそうだということで、この蜘蛛を殺さずに助けてやったことがありましたね。そうございましたか、お釈迦様。そうじゃの、皆様も初めてご覧になると思うが、天国の蜘蛛でござる。この蜘蛛の糸を神田田に垂らしてあげましょう。さあさあ、地獄まで落ちていきましょう。お釈迦様、お釈迦様、神田田をお助けになるおつもりですか？それはやめた方がよろしいかと思います。神田田はとんでもない悪党なのですよ。あららららら、ありゃりゃ、どうしました？お釈迦様、神田田が細い蜘蛛の糸にしがみついて必死で登ってきます。その下をご覧なさい。ほれ、その下をご覧なさい。ものすごい数の悪人どもが細い蜘蛛の糸にしがみついて一列になって登っていきます。まあ、神田田もこの細い蜘蛛の糸に重さに耐えかねて切れてしまうのではないでしょうか？いえいえ、それはありません。これは特別の糸なのですよ。Thank you.
私はジャズが大好きで、最近詩吟も覚えましてね、ジャズ詩吟っていうのをですね、毎日毎日仕事もしないで興じていたんですよ。そうか、それは面白い。ではそのジャズ詩吟とやらを、そう、え、レイチャールズ町でやってください。よかったらワイン地獄に推薦しよう。本当にワイン地獄ですよ。本当に。本当だ。真面目にやりますよ。やってください。生きてゆく。
よかった。ワイン地獄、まあよかろう。ありがとうございます。はい、次。ワイン地獄や、違う。君は何も持ってないようだが、地獄は初めてかな。いえ、持ち運びに便利な。クレジットカードを持ってまいりました。見えないようにな。日立造船では出なかったかもしれんが、地獄でクレジットカードはないだろう。まあせめてスイカなら。現金でどうでしょうか。現金だと？ダメダメ、そんなものどこで使うんだ。せめて黒霧の焼酎なら。君はもんじゃ焼きの鉄板地獄へ。お中元用のグランデをいかがでしょうか。そうか、確か NHK にいたとか。なら、マッサンの竹釣りの方が。で、君は何を歌ってくれるの。私は散々歌ってきましたんで、この人にシルバー川柳を歌っていただきます。
見えないようにさりげなく。なかなかいいもんだ。大王様、戸籍係の態度が怪しゅうございます。戸籍係が何をしておる。手土産ですよ、手土産をいただいてます。おい戸籍係、戸籍係、はい、貢ぎ物を着服してはなら、着服してはならんぞ。悪いことをしたら地獄へ落ちるぞ。何事じゃ。楽しそうでございますね。何でし、門番も、も、もどきが。もどきじゃない、ごときが。失礼します。はい、こちらはお釈迦様ですよ。そしてこちらは菩薩様。ちなみに私は観音様。通してくださいね。何やらあちらの方で楽しいパーティーがあるようです。天国の私たちも行ってみましょう。もうパーティーが始まっているようですよ。
天国も地獄も架空の世界でございます。決して楽しめるところではありませんよ。それではまた皆様とこのような楽しい天国の村でお会いしたいと思います。今日は長時間ありがとうございます。これをもちまして、演目の最後となりました。また次の機会にお会いできたら嬉しいなと思います。